決めたのか。王城は安全な場所じゃない。くれぐれも気をつけてな。ご安心ください。あそこは私の実家ですから。父も治安官ですし、きっと大丈夫です。シャーリーちゃんはもうすっかり元気になりましたね。シャーリー姉さん最高。これは3枚の列車のチケットだ。最初の乗客として王城に行ってきな。
お兄さん落ち着いて。静かに。俺は大陸一番の傭兵団、疾風団団長ヒューザー。そうだみんな、疾風団。申し訳ございません。大事なよ。何かあったら酒場に来い。倒れるわけには。ないものは奈落の底に落ちなさい。大事な人を守ろうとするからこそ力が湧いてくる。